はい、ということで、どうも、こんばんは。不燃ゴミです。本日はですね、こんな感じで、テーマは、1位の人と同じね、ホラーということで、やっていきたいと思いますけどね。お前、目どうなってんの？か、よいしょ、熱い、熱いよ、これ、こいつら、マジで、重いし、よいしょ、ということでですね、テーマは、1位の人よりホラーな配信でございます。これ実はですね、ポンポンナイス。実はですね、今これ定点配信でね、これ見ていきたいと思いますけど、意外とこの中で数体はいわくつきの人形になります。皆様はぜひともね、全部じゃないよ。数体だけね。曰く付きの配信になります。人形になります。で、本日はですね、人形にまつわる怖い話していきたいかなと思っております。いいかな、もうこれ、音うるさいから。もう通りゃんせ耐久20分はさすがにいいでしょ。これね、身動きがね、取れない。なんか、チクチクして痛いし、こいつ。これはね、腹話術の人形で、腹話術してる人が発狂して、人形ぶっ壊したらしいんですよ。そう。で、その人形をぶっ壊した時に言ってたのが、だからこう体の辺がね、一応ね、空洞になってるんですよね。本当は入ってるのに。壊れた部分をね、空洞にして直してるんですけど、なんか補強してね。なんかそれ、その人が言ったことっていうのが、人形がね、話しかけてくるんだっつって。っていう人形がこれ。一応腹話術の機能はね、一応動きます。ちょっと年季が入ってるか、その壊れた時の衝撃からちょっと壊れてますけど、基本動きます。キラリン。僕ここにいますんでね。 身動きが、なんか何をどう動かしたら身動きが取れるのかな。ちょっと整理しますね。ちょっと、とこどっこいしょ。おいしょ。これもね、でっかい人形、これ。よいしょ。よいしょ。お前ちょっと、横寄って。寄って。君もちょっと帰ろうか、あっちにね。君あんまちゃんと、ちょっと、いい加減しとかないと、ほんと、分解されちゃうから。君はね。君はあっち帰ろうか。とりあえず登場してもらったのはいいけど。にゃ。君はちょっといつものところにね、帰ってもらうようにしようか。こいつが一番壊れやすいからね。でね、今日はね、怖い人形ということでですね、やっていきたいと思いますけどね、これもかなりね、精巧に作られてる子供の人形です。いた！何？
何今の？何もなってないんだけど、口の中に指入れたらなんか痛かった。 え？いや、そんな機能はない。何今の？いや、歯とかはないんだけどさ、痛っ。わかんない。1位がまた配信してるかもしんないし、ちょっと見ていただければね、ありがたいんですけど。なんだろう、今の。いった。マジか。でもまた配信始めるんだろうね、あの人ね。まあ、1位の人よりね、ホラーな配信ということでですね。本日は、ホラーな人形。今、マジなんだった、本当に、こいつ。こいつとか口の中なんか入ってる。マジで痛かったんだけど今。いやね、これ口にね、何も入ってない。静電気とかゴムっぽい感じの素材よ、でもこれ。陶板とかじゃなくて、すごいゴムっぽい感じの素材なのよ。ということでですね、本日は人形にまつわる怖い話やっていきたいと思います。本日はまあ最終日ということでですね、ダメだよ、供養しちゃダメ、もったいないもったいないもったいない。こんなね、供養なんてするわけないじゃない、もったいないのに。動いたらそれは奇跡と俺はそれは呼ぶ。そう、1位の人よりホラーな配信っていうことでね、なかなかないよ。 これ、ここまでホラー突き抜けてホラーな配信ってなかなかないよ。痛いもんこいつ。よいしょよいしょ。ただいま。てかこれコラボ待ちじゃなくてもよかったね。すーこいわくつきです。お前もなんか、なんでこんな動き回っとんねん。そう、10倍チアナイスキラリンということでね、ちょっと今日は怖い話とかをちょっとしていきたいと思うんですけど、まあ、人形にまつわる怖い話しようと思ったんだけど、さすがに、本当？この間めっちゃやってたんだけどね。ぶっちゃけ言っとくよ。俺もね、これね、虚無僧で、人形いじくり回すのが怖いです。この人形ね、最初の、腹話術の人形、あれ合わせると、ここにある人形、総額で10万超えます。ふんちゃけ、総額で10万超えます。はい。まあ、ということでですね、やっていきたいと思いますけどね。
いや、それは結構数あるしね、いいのも多いからね、割とね。ではね、まあ、怖い話をするということでね、やっていきたいと思いますけど、まあ、まず人形の話から、ちょっと、倒れてきた後ろのやつ。だからね、下手に触るのがね、怖いのよ、マジで。で、まずはこの人形から、紹介していきたいと思うんですけど、まずこの人形。あのね、これね、本当にね、桜ビスク風の服装。桜ビスクってね、一応、これは桜ビスクではないんですけど、桜ビスク風の格好をしてある服装にね、多分、持ち主が作ったんでしょうね、こういうのを。作ったなと思うんですよ、これ。で、それぐらい持ち主が愛着を持ってて、まあ、亡くなったおばあちゃんのところにあったものら、おばあちゃんの家にあったらしいんですけど、それを亡くなった時に片付け屋さんが引き上げてきて、遺族の方から聞いた話っていうのがあって、ね、この人形が動くらしいんですよ。気づいたら別の場所にあったりとか。え、どこ行った？みたいな感じの曰くがある人形です。でも今んとここいつ何も起きてないっす。一個も移動しやがらん、本当に。初見さんいらっしゃい。もし分かったらね、イベントアイテムね、ポンポンとかね、イベントアイテムで応援お願いします。まあ僕もね、昔はね、ニコ生ではね、一応ホラー配信みたいなのやってたんですけど、昔ニコ生の頃にですね、生き人形遊びって、まあ、この話結構何回もしてるんですけど、生き人形遊びっていう降霊術があって、知ってます？生き人形遊び。今いる皆さんね、その、まあ、コックリさんとかもやったんだけど、一人かくれんぼとかもやったし、ありとあらゆる、降霊術っていうのをやったんですよ。少なからず当時、ネットに転がってるような降霊術っていうのは、本当に全部試した。釈光、関口様とか釈光様って言われる、猫の血とかを使った、猫の血とかを使うようなやつ。あれはやってないんだけど、あれ以外はあらかた試した。お願いします、本当に。もう今回ばっかりは本当に1位目指してますんで。待って、今回だけ1位にさせてくださいって書いておくか。ちょっとね、動け。そう、だから、もともと僕ってガチでオカルト配信者なのよ。まあ、その辺のね、写真を、その辺の拾い画像を紹介するみたいなね、感じのね。そうね、昔から言われてるね。何？あ、びっくりした。なんでここあんの、こいつ。なんでこいつここ出してないのに。ケツの下にあった、なんか。ビビった。なんか語ってもって、何？いや、あれね、一番他の人形と比べて、ちっちゃい人形とか出してたんだけど、壊れやすいのよ、あの人形って。そう。僕って、骨董品屋を始めるきっかけになったのって、
いわく付きの商品が欲しいからっていう理由っていうのもあるんですよね。で、まあ、こう人形にまつわる話をとりあえずいきますか。これは、まあ、僕がニコ生で配信をしてた時に、生き人形遊びっていう恒例術をやったんですよ。あ、そうなの？人型はでも別のもんなんじゃない？人型は紙で作る。あ、でも一緒か。もともとはそれだったのを、この人形にしたっていう説ね。諸説ありますってやつね。まあ、それで、生き人形遊びっていうのをやったのよ。ニコ生の頃にね。で、そのニコ生の頃に、生き人形遊びっていうのをやって、で、その時、生き人形遊びっていうのが、まあ、人形を真ん中、ちっちゃい人形なんだけど、ちっちゃい人形を真ん中に置いて、それで、で、合わせ鏡の間に人形を置いて、その前にろうそくを置いて、午前0時だったか2時だったかどっちか忘れちゃったんだけど、どっちかに人形に対して、見つけたら私の命をあげます。あ、私を探してください。見つけたら命をあげますっていうのを3回唱えて、火をつけて隠れる。これだけのものだったんですよ。で、それを、あ、0時だったか。0時にね、それをやったのよ。配信でこうカメラ回しながら、で、僕はその間、押し入れの中隠れて、で、その時にちょっとろうそくとか倒れて火事になっちゃいけないから、ちょっと見てて何かあったら連絡ちょうだいっていう人に、一人、連絡先を教えて待機しておいてもらって、で、隠れたのよ。クローゼットの中にね。で、まあ僕、まあクローゼットの中に入ってるから、配信も見れないと。なんもできん状態で、じーっと待ってたのよ。で、クローゼットの中が、物いっぱいあって、物だらけで、何もできなくなっちゃって。だんだんね、そこにいるのも辛いみたいなね、感じだったのよ。で、まあ、しゃあなく、そっからまあ、出て、きっつーと思って、そっからまあ、出て、ごめん、ちょっと準備不足だったーって、クローゼットなんかマジで片付けとくんだったー、みたいな感じで出て行ったら、コメントでね、やばい、早く連絡しろよとかね。やばいことになってんぞみたいなコメントがブワーって流れてんの。で、その時パッて画面見ても、そんな何もやばいことなってないのよ。え、何何何何、どういうことっつって。いや、今帰ってきたんだけど、なんかあったのって。いや、画面がおかしくなってたとか、画面がね、ブワーってなってたみたいな感じのコメントとかいっぱい流れてて、え、全然わかんないんだけど、どういうことって。まあいいや、とりあえずタイムシフトで、あとで、タイムシフトってニコ生のね、録画みたいな感じなんだけど、まあ30分経たないとできないのよ。だから、もうとりあえず写真をね、その時にカシャカシャ撮って、で、何があったのって、まあ後で録画確認するけど、っていう風な話をして、で、とりあえず写真見てみようって。で、こう写真、撮った写真を30分間見てたのよね。で、その時に、パッて1枚の写真。まあ、フォトショップでなんか明るくしたり暗くしたりして、まあ、トーンカーブっていう機能があるんだけど、それを使って明るくしてたり暗くしてたら、なんか、あれって、この写真なんかおかしい、なんだろう、何がおかしいんだろう、なんか違和感あるなっていう写真があったのよ。で、何何何と思って見てたら、向かって合わせ鏡してるから、左側の鏡にも、右側の鏡にも、人形が映ってるのよ。ああ、ありがとうございます。一番人形が遊ぶ用のね。左側のミラーにも、右側のミラーにも人形が映ってるのよ。で、本体は真ん中にいるのよ。で、向かって、だから、向かって、左側の鏡に映ってる人形。普通なのよ。真ん中の人形、普通なのよ。で、右側の鏡に映ってるね、こう、人形が、なんでか、顔だけブレてるのよ。で、えって思って。
なんでなんでって思っていろんな人に聞いてみてたんだけど、まあそのカメラ専門にやってる人とかに聞いてみたんだけど、だからカメラ結構詳しい人ね、その鏡の縁が白色だったのよ。で、その鏡の縁がブレてないっていうことは鏡自体はブレてないんだと。で、鏡の中を見てみても、鏡の中の木、ドアの木目がちょっと映ってるんだけど、その木目もブレてなくてはっきり見えるって。だからこれは右側の、向かって右側の鏡の、鏡に映った人形だけがブレてるんだって。そういう結論に至ったのよ。で、そのブレて残像みたいなところをちょっと画面を暗くして見てみると、そのなんかブレてる感じのところの目がこっち向いてたのよ。うわーって思って、これやばないってなって、その時もなんかこっち見てる気がするみたいなのはね、もともと分かってたから、こっち見てる気がするみたいなの言って、やべえこの画像ってなって、映像どんなだったのみたいな感じの話になってね、その30分経った後ちょっと録画見てみようっつって、で自分の配信録画、まあプレミアム会員の人間じゃないと見えないから、みんな見えるようにね、僕がミラーして、ミラーってか、まあ、自分の配信だからミラーしてもいいんだけど、それをキャプチャしながらちょっと見てたのよ。で、なんか見てても、僕がまあ入ってね、出てきて、まあ入ってね、赤字5分前だからね、入って、クローゼットの中入って、何も起きないのよ。なんかどのくらいって、もうちょっと先、もうちょっと先みたいな言われて、ちょっと飛ばして、あ、こんばんは、金魚さん、どうも。見てたら、なんかね、画面にポツポツブロックノイズみたいなのが出だすのよ。で、え？何これ？ああ、そうなの。金魚ちゃんも占い師だったの。ねえ。まあ、そのまま、なんか画面ちょっと、なってるね、つって。なんかブロックノイズみたいなんで出てるね、みたいになって、こんだけ？みたいなの言ってたんだけど、いや、もうちょっと見てて、もうちょっと見ててってね、すごい言われるのよ。分かった分かった、ちょっととりあえず見るわ言うて、ちょっと待って、ちょっとマウスが見つからんかったね、まあ、もうちょっと見るわ言うて見てたら、徐々にそのブロックノイズみたいなのがちょっとずつ増えていくのよ。で、最終的には画面全体ブワーってブロックノイズだらけになって、もうぐっちゃぐちゃで、あ、今晩やらないと思う。もうね、何がどうなってるのか全く分かんない。もともとの画像がどんなんか、もうそのブロックノイズだらけなのを見たら分かんないぐらいぐっちゃぐちゃになってたっていうね。で、僕がバッて出てきた後にすぐそれスッて元に戻って、僕が出てきた時にはもう何もブロックノイズとかないっていう。で、僕が出てきた直後なんだけど、これは後で分かったことね、当時誰も気づかなかったのよ。当時ね、全く誰も、何百人と見てたんだけど、誰も気づかなかったんだけど、その録画を今 YouTube に上げてるんですけど、その録画を見た時に、なんかこれ最後の辺男の声入ってないっていう話が出て、でその最後の辺の方を聞き直したら、確かに「うー」って男のうめき声みたいなんが入ってるのよ。で、その写真とかも実はね、まあ、霊感があるって言われてる人数人に見せたことがあるんだけど、
そのうち、まあ、全員やばいとは言うんだけどね、これいっぱい映ってるとか言うんだけど、もうそのうち一人が、いや、この写真ってさ、人に見せない方がいいよって言われて、なんでっていうふうに聞いたら、いや、これって、カメラをカメラの向こうの人を見てるのよって、いうのを言われたのよ。だからこの高齢術っていうのは僕に対して成功してるんじゃなくて、カメラの向こうの人に成功してるんだって言われたのよ。うん。そう。そういうことがあったよ。あ、でもふわっちに来てからもうあれなんだったっけ、なんかのね、なんかね、高齢術やったのよ。お地蔵さんのところに行くやつ、なんかお地蔵さんのところに行って人型みたいなんでお地蔵さんの頭を撫でて家に帰ってくるみたいな。そん時もね、あの僕2台カメラ使って、そう、2台カメラ使ってね、で最終的にそのうちの1体の人形をあの水に沈めるんだけど、それを洗面器の上からと横からでカメラ2つで映してたのよ。でカメラ2つで映してたんだけど、その片方のカメラがカメラというか、カメラというか画面の左半分がって言ったらいいのかな、なんか変なね、まあ、OBS で配信してたんだけど、それで2つカメラを並べて配信してたんだけど、左半分っていうか、そのカメラとカメラのその周りがなんかちょっとねノイズみたいなのが入り出したっていう。でもこれって物理的にないことなのよ。カメラが壊れてるんだったらカメラの中だけでわかるの。でもカメラの外にまでその影響が出るっていうことは、そのカメラって例えばこの今この画面に映ってるカメラって例えばカメラのこの映像がもしノイズ走ったとしても、コメント欄ってノイズ走らないじゃん、そういう設定にしない限り。それがなぜかコメント欄、まあ、イメージ的にはそのこのカメラにノイズが現れ出して、急にコメント欄にもノイズが現れるみたいな感じ、えみたいな。人形送りだったかな、ちょっとそれね多分動画上げてると思うんだけど、そういうことが起こって、でその画像も見てみたんだけど、見てもらったんだけど、その画像は見た瞬間に、いやこれ呪いの儀式ですよね、高齢術じゃないですよねって言われて、でそれ調べたら実際呪いの儀式を途中までの手順でやってるって。でその映像を見た人もやばいよって言われたのよ。だってこれも覗いてるものっつって、前もあったけど、まあその人はね、あの意地悪だから、僕は絶対幽霊見えないって言われてんのよ、その人には。マジでなんか知らんけどね、あ待ってね、そう、これはあの両方とも動画残ってるからね。あーでも気絶遊びの話はさ、ここでするべきなのかな。うん。あ、それは俺が思っただけでね、その人が言ってたわけじゃないんだけど。そう。
まあ、一応ね、ちょっと試す人がいたら困るから、やり方っていうのは教えないでおくけど、気絶遊びって知ってる？気絶ゲームとか。まあこれググったら出てくると思うんだけど、普通にね。まあとある工程をすると、人って簡単に気絶するのよ。で、まあいろいろやり方っていうのが多々あるんだけど、ある一つのやり方、うちの学校、中学校の時かな、やってたやり方っていうのでやると、絶対に電車に乗る夢を見るのよ。漏れなく全員。で、それっていうのが、全員同じ夢を見るのって不思議じゃない？気絶してるとはいえ。で、その気絶ゲームっていうのは実際死人が出てるのよ。だから本当に危険なゲームなのよ。知らずにやってたけど。だからそのマジでやばいゲームみたいなのをさ、やってて、その死ぬようなゲームをやってて全員同じ夢を見るっていうことはさ、それって死の手前のところまで行ってるってことじゃん。だからその死後の世界っていうのはもしかしたらその電車とかで行くのかもしれないとかね。だからもしくはそれが何かのね、儀式だとかね。で、電車には絶対一人で乗ってるのよ、その時って。みんなそうだった。だからすごい不思議だったのよね。なんでそんな夢を見るのかって。そう。あ、そうなの。まあそのね、まあ怖い話もいいんですけどね。応援お願いします。ぜひね。ちょっと1位の人にね、勝てるように。もしそれが、もしかするとそれなのかなって。ああ、なるほどね。お帰りお帰り。チアリーダーありがとうございます。どうもどうもありがとうございます。本当に余裕がある方はね、本当応援の方お願いします。ちょっと本当に今回ガチで1位狙ってます。はい。ぜひともお願いいたします。ちょっとね、本当にね、1位の人にはね、負けたくないっていうのがあって、それじゃなくても負けたくないんですけど、特に今の1位の人っていうのはもう本当にね、なんか、ちょっと嫌なんですよ。こういうの言うのあれだけど、その、おばあちゃんをネタにして、なんか、アイテム投げてみたいなんで。そういうのが本当に好きじゃなくて、
ああ、でもね、うち田舎だったから、電車ってめったに乗らないのよ。おー、10倍ナイス。そう、もう本当にこれ最初で最後です、もう。1位になるっていうお願いも最初で最後だし、最初で最後です、本当に。10倍お花火ナイス、ありがとう。ちょいちょい見てんだけどね、怖いな。1位の人の様子どうなんだろうね、今ね。でね、コラボでね、通知を上げてくれて、ポンポンとかをね、まあ、通知上げてくれる人も募集してます。はい。ちょっとね、お話とか、怖い話とかしてくれる人とかもね、募集してます。はあ。そう、ぜひともね、お願いします。まあ、あとね、あ、そうなの、配信始まってるんですけどね、1位の人もね、今日12時までやるんだろうかね、途中でやめてくれたら意外とチャンスなんだけどね、もう寝た方がいいんじゃない、ほんと、1位の人、もう寝た方がちょっといいんじゃないかな、ね、もう眠たいでしょ、多分1位の人もね、もう夜遅くまでね、配信。すんのかな。でも今日は0時までしそうだよね。終わった？マジで？皆さんチャンスです。てかまだか。あ、終わった。あ、でも、あ、割といける？近い？ダメ？やばい？いやー、大丈夫です。ありがとうございます、本当に。もう全然ね、爆投げじゃなくてもね、応援してもらえるだけでね、ちょっとでもね、差が縮まるんでね、ありがとうございます、本当。どうかね、この1位の人に僕は勝ちたいんでね、どうかお願いします。もうこれ、山本五十六からのね、最後のお願いです。不燃ゴミこと仏座ジャイアントこと山本五十六からのね、最後のお願いです、本当に。この最後の動画、本当によろしくお願いします。ホラーな話とかしててもねえ、ダメだね。 まあちょっと雑談程度な感じでやるかな。じゃあ、ね、昔僕ね、知り合いに沖縄の人がいたのね。沖縄の社長がいて、でその人と結構仲良くしてもらってて、仕事とかもね、結構もらったりしてて、そう、たまにね、沖縄に呼ばれて、ちょっと仕事を請け負ったり、まあ別に僕がやらなくても全然、その地元とかでもできる仕事なんだけど、嫌いです。1位の人の録画履歴見たらわかると思うんですけど、まあ、関慎吾のパクリみたいな感じじゃないけど、そのおばさんかなんかっていうのをもう完全にネタにして配信してるように僕は見えるんですよね。そこが本当に嫌いです。でもそれ以外はホラー配信とかで、まあ僕もね、もともとホラー配信者で、そのホラー配信の人って結構好きなんですけど、もうそのね、そのおばあちゃんみたいなのをね、配信に出すっていうようなことをやってるのが、もう本当にね、嫌だ。そこ以外だったら別に気にならないんだけど、本当にそこがね、これ僕個人的に本当に嫌です。そういうね、昔の年老いた人っていうのが、まあ、分かるか分かんない状態かも分からんのになんか、もうそれ履歴見てもらったら分かると思うんですけど、なんかその配信中にそのご飯みたいなのを食べさせるみたいな配信をやったりとか、なんかちょっと本当にね、そういう行為がね、ちょっと僕は嫌です。だからね、それでもいいみたいな人もいるんだろうけど、ちょっとそのミス、あ、ありがとうございます。もう分かんないですけどね、それね、もう人によるとは思うけど、僕は嫌だ。共感したら1位にしますねって。
まあいろいろ都合とか事情はあると思うんだけど、そういうものをやっぱ配信上に移したりして、なんかやるべきじゃないと思う。一応記録とか思い出作りみたいなんだったら別にホームビデオとかでも十分だと思うし、それをいろんな人に見せつける意味がわかんない。それは本当にわかんないです、僕は。まあ、リハビリにしてもよ。それ別に配信でする必要ないやん、それ。リハビリしてるような人間っていうのの配信で面白おかしくやってるのってちょっとおかしいと思うのよ。もともと配信してる人だったらともかくね。これ真面目な話になっちゃうからあんまりちょっとしたくなかったんだけど。僕はもうそれがすごい嫌。僕だったら嫌だもん。そんなリハビリとかをわざわざ移されるのとか、それは内容を知らん人間も見るところでやってるわけだからさ、やっぱそういうの言われるのってしゃあなくない？いや、それは聞かれたから言っただけで、別に自分から言ってないや。嫌いなんですか？って言ったらこういうところが嫌いですって。ん？変わんないんじゃないって。それ変わるでしょ。だって僕は僕、自分の意見以外を配信で言うことって何かあります？ああ、どうもポンポンありがとうございます。ありがとうございます、メイちゃん。ポンポンナイス！いや、別に。俺はそれは別にいいと思うのよ。だって自分の意見とか自分の主張とかを言う場っていうのが配信でしょ？この人は僕はこういう理由で嫌いですっていうことで、その人も行動を改めるかもしんないしね、伝わって。まあそれがいいことか悪いことは自分で考えることだし、周りの人間が考えることだし、それを主張するっていうことは大事だと思うよ。それに関してはね。俺は大事だと思う。やっぱ、チアリーダーありがとう。それどう言ったって見た目、関慎吾のパクリだしね。でも、関慎吾っていうのも昔そういうことをやってたけど、それっていうのはニコ生からの関慎吾と吉江の流れがあったからだし、吉江っていうのは、まあ、関吉江ね、かなり意識もしっかりしてたのよ。いや、でも負のオーラが出たら、幽霊寄ってくんじゃない？あー、ポンポンありがとうございます。ナイス！ポンポンナイス！それは負のオーラが漂ってね、それで幽霊でも映ればね、ラッキーじゃないですか。僕は幽霊に会いたいし、幽霊に取り憑かれたりもしてみたいのよ。できることならね。わかんない。まあ本人じゃなくても正直どっちでもいいです。まあ、本人だったら、本人がもし聞いてるんだったら、周りからはそういうふうに見られてるよって。それは囲いとかね、アイテム投げられてる人がいていい気になったりとか、有頂天になったりしてるのかもしんないけど、周りからは少なからずそういう意見もあるっていうのは覚えとった方がいいと思うよ。俺は嫌いです。どんだけ顔が可愛かろうと、どんだけね、その何かあろうと、そういうことを、まあ、配信上でネタとして流すのは嫌いです。ポンポンありがとうございます。いや、すいませんね、ちょっと重い話しちゃって。
だからその辺りは本当に気をつけた方がいいかなとは思うよ。さ、目立つとこいたらなおさら言う人間も増えるだろうしね。ぶっちゃけ叩く人間は、あの老人虐待だって叩くやつがいてもおかしくないと思うし、そこ以外はやってる配信とかは僕は嫌いじゃないですよ。うん、本当に。ああ、チアリーダーありがとう、ナイス。そこ以外はね、本当にね、ホラーで心霊写真特集とかやってるのも別に嫌いじゃないし、まあ、ヒロイガばっかりだけどね、言うて。そうね。ありがとう、ありがとう。まあ、確かにそうかもわからん。いや、まあ、でも、まあ、ね、聞かれたら僕はそうは答えるよ。好きでも嫌いなものをなんか好きとは言えないし、嫌なものは嫌って言うし、その辺は俺ははっきりさせていきたい。こんなコムソーでふざけた感じで申し訳ないけど、この感じで申し訳ないけどさ、それははっきり言うよ。ちょっとコーヒー飲みたい。よいしょ。あー、ボンボンありがとう。あれ、ちょっと今飲んだ。ちょっと顔がね、ただいまただいま。仏説魔漢にゃはらみた心行感じ。あ、ほらほら、さっき怖い話しとったやん。普通に。漢字財宝作業人般若波羅蜜多時小剣豪雲海空洞一切空役者利子色即税口有りだ。ありがとう。空即税式重創業式薬部尿税者利子税商法空想不祥不滅不苦不祥不増不減航空中無式無重創業式無眼に微絶心意無式証拠未足法無限界内し無意識界無無名薬無無名人内し無老死薬無老死人無空襲滅道無知薬無毒異無衝突後膨大去った栄藩にゃはらみた子徳あのくたら三脈三膨大高知藩にゃはらみた衆税大新衆税大名数税無小衆税無東道衆農場一切空真実不幸絶はなはんにゃみた子ギャーテギャーテハラギャーテハラソギャーテボジソワカはんにゃ新行。ふぅ、はい、これでね、今見た聞いた人ね、大丈夫ですんでね、出家する。あと10倍ボンボナイス、あとチアリーダーありがとう。あとですね、ちょっともう一点ね、あ、そう。ありがとうございます。お笑い完了したんでね、今怖い話してね、お笑い完了したんでね、今怖い話聞いた方もこれ大丈夫ですんで。安心安全の般若波羅蜜多心経なんでね。般若、なんだ、般若心経なんでね。うん。あ、ありがとう。一応ね、アイテム投げてくれた方確認しておりますんで、本当ありがとうございます。あとね、動画だったら、昔、ニコ生であった、熊本空港、空教年半三世勝負図、アイハンニャハラミーター、噛んだ。噛んだ。むちゃくちゃ噛んだけど、空教油じゃなくて、空教年半ってね。違う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 。そうじゃなくて、熊本空港でね、お経が聞こえたっていう動画見たことある。今見てる人、オカルトファンの人も多いと思うんだけど、その動画がね、
まあ、初めね、配信者が、これ飛行機の離着陸を撮りに行こうっていうんで、まあ、昔だからね、もうガラケーの時代ぐらいの時代だから、そう、その時代だから、パソコンとかしかないのよ。だから、外配信でパソコンに、Wi-Fi みたいなのをつないで、で、そのカメラをつけて、その離着陸を撮ろうみたいなので行ってたんだけど、生放送でね。だから生放送で棒読みとか流れてるんだけど、それを見てると、初めに配信者とか、配信者3、4人いたんだけど、その人たちが、あれ、お経聞こえる？っつって。いや、お経っていうか、なんかお祭り囃子みたいな、聞こえてくんだけど、みたいなのをね。そうそうそう。それがね、なんか聞こえる？っつっていう風な話をしてて。でもなんかリスナーとか配信には全く載ってないの。全然聞こえねえよ。何言ってんだお前みたいな感じで。で、ちょっと経つと、なんか遠くの方、ちょっと経ってもう次また離着陸行って、で、もう帰ろうかとかね、ちょっとお経みたいなの聞こえたの見に行くみたいな感じの話をしてたのよ。その時に、遠くの方から、これ多分般若心経だと思うんだけど、のかんにゃらみな人形かんにないもさ行人あんにゃはらみたじってだんだん近づいてくんのよ、声が。うおーってなって、でその後だんだん離れていくのよ。じゃあでも「正言言外宮の院宰宮役内心識で離れていって、そのお経が聞こえなくなった時に、なんか棒読みちゃんで、お経聞こえるみたいなのが流れるのよ。で、配信者が、へえみたいな感じ言ってるのが流れて、一応今動画終わってるんだけど、今残ってる動画はね、あれが、当時って、当時のもう、だいぶ前だから、あ、ポンポンありがとう、10倍ボンボンナイス、ありがとう、ポンポン10倍ボンボンありがとう。そう。だから当時のね、やつだから、捨て micとかの性能も良くないし、てか捨て micとかを使えない人がほとんどだったのよ。で、その棒読みっていうのも捨て micじゃなくて外部音声で流れてたから、捨て micとかを使うと、外にも音が流れちゃうのよ。スピーカーにしてるから。多分。だからね、あれはね、マジモンじゃないかなと思うのよ。そう。だから後にそのお経みたいなのが聞こえたってたのは、配信者には聞こえてなくて、配信にしか載ってなかったっていう。知ってる人いるかな？僕今まで見て一番ね、やばいと思った画像、あ、動画が何かって聞かれたら、それだって言います。れは寒気がする。言っちゃ悪いけど。で、僕の知り合いのね、霊能力者の人、その時仲良かった霊能力者の人っていうか、まあ、いたんだけど、その人にそれ聞いてもらった時っていうのは、いや、これやばいよって言われたのよ。お坊さんの霊じゃないよって。霊の中でも一番強い部類のやつ。って言ってたのよ。で、その理由っていうのが、お経って悟るために、特に般若心経っていうのは悟りを開くために、その般若心経っていうのを唱えるんだけど、普通はそんなものを唱えたら霊って成仏しちゃうのよ。なるほどね。だから逆に言えば、あれなのよ。なんというか、その成仏しないぐらい恨みを持ってるか、何かしら怨念めいたものを持ってるか、それか悟りを開いてても成仏、自ら成仏しない霊だって。
どっちにしてもやばいっつって言ってて、確か。だからこの音声あんま聞かない方がいいよって言われたのよ。でもあのイソロクはちょっとこれ聞いて、もうちょっとあの呪われた方がいいっつって言われたけど、見たいんだったらこれもうちょっと聞いた、もうここだけ再生しとけばそういうやつ寄ってくるから見えるかもしんないねって言われて、一時期ずーっとそれ聞いてた、流してた家で。うん、だからあれ本当にやばいんだと思う。で基本それ音声だけだから、流したら怒られるかな。 OBS で配信すればよかったな。いや俺ってもう基本的には幽霊が見たい系なのよ、わかる？幽霊が見たいのよ。そう、僕は幽霊に見たいし、幽霊に呪われたいし、幽霊に取り憑かれたいのよ。あ、あれ持ってくるじゃん、俺の本気度合いが分かるやつ。そう、見たいのよ、俺の本気度合いが分かるアイテム持ってきてあげようかね。これ見たらこいつガチでやべえなと思うよ。まあ、これは一応ちゃんと正規に買ったものだから、別に盗んできたもんとかじゃないんだけど、見たい？見たいやつ1、見たくないやつは何も打たなくていいよ。チアリーダーナイス、ありがとう。そうね、こいつ全然呪われた感じしないもん。なんか見たいやつ1へ、見たくないやつ2だ。2人か、まあ、2人だったら別に見せなくていいかな、そんないらないって。3人？ 62分の3か。で他いないの、見たいっていう人。あ、1。あ、ありがとう、ありがとう。他は、なんか見たいやつ1ね。1ね。うん、ここだけ1打ったって見たい人は。本当に見たい？多分ドン引きするよ。午後何回1打ってんだよお前。3回ぐらい打っただろお前。ちゃんと見てるからね。じゃあいい、本当に。これでも見たら呪われるかもしんないよ。何の検証もしてないし、どっから出てきたもんか分かんないから、玉抜きとかしてるかどうかも分かんないから、いいね、覚悟いいんだな、本当に。本当に見るんだね。いいよ、じゃあ持ってきてあげるよ。おー、花道お疲れ。どこ、ちょっと待って、後で確認する。それマジで見たいんだね、本当に。こいつやばいからね、本当に。なんかあったら教えてよ、これで。やった、俺の最新の一番クソヤバコレクションはこれよ。なんかわかる？わかります？こいつ、あ、ちょちょ、こいつなんかわかる？
わかる方。これなんかわかる人います？おい。まあ石だね。石です。だからちょっと重たいし、ちょっと多分長年のあれが入ってるから苔とか分からん。骨董品やなめんなよ。分かんない。これあの首なし地蔵。首なし地蔵。わかる？これもうちょっと近くで見せようか。わからん。大丈夫かどうかもわからん。うん、今んとこなんもないけど。いや、これ見た人がなんかあるかどうか知んないよ。首なし地蔵。ガチモン。どういう経緯で入手したかとかも不明。どう？え、これちょっとドン引きしちゃってる？マジで今見てる人。へえ、お焚き上げ？その人形ちょうだい。へえ、いや、まあ平気っていうのもいいんだけどさ、他の人ちょっと。え、なんか感想とかないの？1位とかめっちゃ打っときながら。いいな、花蜜欲しい俺それ。ちょっとお前一発やってやるからそれ俺にくんない？嘘嘘嘘嘘、冗談ね、うん、やんないけど。え、これドン引きされてる俺もしかして。あの、さっき1位打った人？大丈夫？ねえ、さっき1位打ってくれた人？ちょっと待って。ちょっと。ドン引きしちゃった？ちょっと待って。ちょっと帰ってきて。もうしないから。もうしないからね。あ、そうか。じゃあダメだね。ちょっと、さっき、あれな人？さっき帰ってきた人？さっき1打った人？なんか、せめてあの、マジかよとかなんか、なんかないの？なんか感想とかないの？一応出してみたんだけど。もしかしてドンビーちゃってる？ 25 ぐらいまでいたよね？確かね。こいつ頭おかしいって思ってる？もしかして。俺だってさ、だってね、1位の人よりホラーの配信見せろって言うから、見せるっていうからさ、だってそういうもんとか出していい、出した方がいいのかって思うじゃん。だってみんなやばいって言ったのに1位って言うから出したのにさ、なんでそんなさ、なんか疑惑付きのものもいくつかあります。詳細不明の疑惑付きなものが1点ありますね。それはなんかお札みたいなベッタベタに貼った箱に入ってたやつある。
やだってさ20号ぐらいまで見たいって1打ったのにさ、うん、本当になんでなんかそんな、まあ、宝物っていうか手に入らないもんだし、なんかさ俺が悪いな、なんかまあいいや、とりあえずテンション上げていく。ね、ちょっと今回マジで1位目指してるんでね、ちょっとトイレ行ってきてもいいですか、その前に。あ、違う、応援アイテムお願いします。トイレじゃないわ。ちょっとトイレ行ってきますね、僕。お腹痛くなってきた。やばい、これ、地蔵の呪いかもしれん。お腹が、ちょっとトイレ行ってきます。じゃあ俺の代わりにこいつ置いとこ、いて、ちょっとお前俺の代わりにちゃんと配信しとけよな、お前ら二人もしっかりちょっと配信者に手とか振ってあれするのよ、わかった、動いてよ、ちょっとトイレ行ってきます。ちょっと俺の席返して、
はい、どうもただいま、お疲れ様でした。ちょっとね、お腹痛くてね、トイレに、ただのドラです。うん。なんかこれお祓いに使えそうな剣、チャイニーズソード、シャキーン。なんかこれあのチャイニーズソードみたいな感じでかっこいいやつ。なんかこんなんやってる人いるでしょ、なんか。あ、すいませんすいません、ほんと申し訳ない、ちょっとやりたかっただけです。ちょっと中二病こじらしちゃって。あ、本物じゃない本物じゃない、これ模造ね、全然模造よ。本物だったらお前これ鞘に入ってないと危ねえだろ。これあの模造だからね。ああ、これはダメかもしんないね。いや、まだ、でも最後までね、やっていきたいと思います。ぜひともね、今回だけね、本当に。その剣、剣そんな、言うとこ ?10、ね、ファンタスティックオンエアラビダイス、ありがとう。でもこれ、追いつけるのかな。ちょっと不安になってきた。ファンタスティックアナビナイス、ありがとう。なんだ。ということでですね、今日のもう出落ち感満載のこれも終わりました。あの正直出落ちです。ここまでですね、もしあれだったらね、応援の方お願いします。ポンポンナイス、ありがとう。もちろんここまでですね、もう僕の配信本日のね、いろいろ配信の考えてたことは、まあ、とりあえず終わりました。お願いします。もう最後までお経を唱えるもん、もう唱えとくか、もう延々とお経を唱える配信にすらもう俺皆さんの、健康を祈ってね、唱えさせていただきます。文節まがんにゃらみだしんよ、漢字財宝作業人はんにゃらみだしんよ、
税空空即税式重創業式薬部尿税者利子税商法不相不相不滅不苦不上不増不減税航空中無式無重創業式無願に微絶心意無式商工未速法無限界ないし無意識界無無名薬無無名人ないし無老子薬無老子人無苦集滅道無知薬無毒異無症毒故無大殺多え般若波羅蜜陀故毒阿毒だら三脈三菩提故知般若波羅蜜陀種税大心種税無造種税無道道種税無の衆の上一切苦真実不幸公説半那波羅蜜陀種即説衆圧ギャーテギャーテハギャーテハラソーギャーテ坊地ソワカ半若心経オンコロコロセンダリマトギソワカオンコロコロセンダリマトギソワカオンコロコロセンダリマトギソワカオンアボキャベイロシャノハンドマジンドマハラバニタヤウンオンアボキャベイロシャノハンドマジンバラウラバリタヤウンオンアボキャベロシャノハンドマジンダマハラバリタヤウオンアボキャボンポンポンポポポンポポポポン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 ナイスポンポンポポポンポポポポン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 ありがとうオンアボキャベイロシャノハンドマジンバラハラバリタヤウオンアボキャベイロシャノハンドマジンバラハラバリタヤウ仏説魔化般若波羅蜜陀心経漢字財宝作業人般若波羅蜜陀事中言語雲海空洞一切具役者利子税商法空想不正不滅不苦不上不増不減税航空中無式無重創業式無願に微絶心無色症候未速報無限界ないし無意識界無無名薬無無名人ないし無老子薬無老子人無苦集滅道無知薬無毒異無症毒公防大殺多え般若波羅蜜陀語毒阿毒多羅三脈三防大高知般若波羅蜜陀種即説終末税大名衆税無小衆税無小衆税無道道衆農場一切空真実不幸公説般若波羅蜜陀種苦説衆圧ギャーテギャーテハラギャーテハラソギャーテ坊地ソワカ般若心経仏説魔化般若波羅蜜陀心経公説般若波羅蜜陀種即説衆圧ギャーテギャーテハラギャーテハラソギャーテ坊地ソワカ無説魔化般若波羅蜜陀
心経観自在菩薩行深般若波羅蜜多時お前ポンポンポポポンポンポンありがとう。ダメだな、これテンションがどうなんか違うな、これ違うわ、これちょっと違うわ、これちょっとテンションがなんかちょっと違うわ、なんかちょっと違うと思ってたのよ俺も。そうなんか違うなって思ってたよね。なんか違うと思ってたのよ、ほんと。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。あ、重たい。なんか違うと思ってたのよ。こっちか。こっちか、やっぱり。求められてる。やっぱこっちか。ちょっと、いて、座らして、座らしてましょ。ただの骨董品屋です。高山の原にかむずかまりますかむろぎかむろみのみこ。ちょっと待って、延長だわこれ。まあ神道の太鼓だからね、これみこともちてすめみおやかむいざなぎのおかみつくしのひむかのたちばなのどのあわぎがはら。仏説摩訶般若波羅蜜多心経観自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見幸運開句の一切苦役者利子子子子子即説周末ギャーデギャーデハラギャーデハラソギャーデボジソワカハンニャー新ギョ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 。これね、打ちづらいのよね、わかる。まあそんな感じでね、まあね、あの僕結構あるよ、あるよ。あのね、あ、アムズロイドにする？
高山の原にかむずまります。かむろぎかむろみのみごともちてすめみおやかむいざなぎのかみつくしのひむかのたちばなのどのあわぎあらにみぞぎあらいたまいしときにあれませるはらいどのおかみたちもろもろのまがごとつみけがれをはらいたまえきよめたまえと天つかみ国つかみうろずの神たちともに聞こしめせとかしこみかしこみ申すてな感じかな。いやー疲れた。これも違うの？もしかしてこれもちょっと違う？これじゃないか？何なんだろう。俺もちょっとこれ今回ね最後のお願いに参りました。どうかねアイテムの方お願いいたします。本当にね、マジで今回だけは1にさせてください。本当に、今回だけでいいんでね、本当に今回だけはね、1の方狙ってます。よかったらね応援の方お願いします。1位をぶっ飛ばせれるだけのね、そう？ほい、チアチアチアチキ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 、チアリーダー、ありがとう。キラリン、こういうこと？こういうこと？こういうこと？これか？これが欲しかったんかい？まあね。いらない？いや、いるでしょ。そこ。ね。何かしらやんないといけないなと思うやん、俺だって。なんかさ、そうやってさ。俺もなんか熱唱したらいい。花びらのように散りゆく中で夢みたいに君に出会えた奇跡。愛し合って喧嘩していろんな壁一人で乗り越えて生まれ変わってもあなたに会いたい。はあ、うっせは、あなたが思うより健康です。一切合切凡庸な、18号にはわからないかもね。もう見飽きたわ、2番線次かえのディスコメ。うっせぇは、頭の出来が違うので、問題はなし。え？飲んでないけどね、今ね。今飲んでないけどね。シラフだけどね。24個舐めてんの、お前。それ斬新なディスコメじゃねえか、お前。天才か？びっくりしたわ、マジで。
てことで、歌います。さよなら、ありがとう、声の限り、悲しみよりもっと大事なもの、去りゆく背中に歌いたくて、悲しみや怒りを愛せぬように、このまま死ねると思ってた。二人のなんとかかんとかだった、つながってたい気持ちがまだ胸の奥に残るから、僕たちは手を伸ばす道の途中で出会い、手を振りそっと話した未来のために。え、なんだ、わかんない、俺もどうしたらいいかわかんない、ちょ歌詞わかんない、ちょっと。頼む、お前どうやってアイテム投げてくれるの、本当にお願い。どうやってアイテム投げてくれる。何この人形、ぶっ壊したらいい、これ。この人形壊したらアイテム上がる、殴り壊したらアイテム上がる、この日本人形叩き割る、もう小無双ですちょっと太鼓もう邪魔、これあったら座れないのよ。重たい、重い、腕が重たい、痛い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 、あがあ痛い、足が、え？もうちょっと上がいいな。お前ちょっと邪魔だよマジで。当たっていいじゃないか、チアリーダーありがとう、俺も愛してるぜ、チアリーダー投げてくれたやつ。 Baby I love you I love you I love you なんとかかんとか、待ち合わせは2時間前で、ここで一人、それが答えでしょう。待ちゆく人、流れる雲、僕の中であざ笑ってた。とても簡単で、とても困難で、悲しいこと言うなよ。まとで前に進めるのに、帰りたくなくて、返したくなくて、君の中できっと僕は土下座なんでしょう。ああ、回って、回って、回り疲れて、ああ、息が切れたの。それは悲しい僕の末路さ、君にたどり着けないままで、イエーイ
さよならはあなたから言った、それなのに頬を濡らしてしまうの、こうやって昨日のことも消してしまうならもういいよ、笑ってティリ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 ティティリ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 ティ、花束を抱えて歩いた、意味もなくただ街を見下ろした、こうやって理想の淵に心を刻ってくもいいか、笑空っぽでよ、それでいつか苛まれたとしてもそれでいいんだよ、こんな憂いも意味があるなら、愛を歌って歌って雲の上へ。何やってんだろう、俺も疲れてきてるのかな、もう疲れてるのかな、もう前から思ってるよ、もうそれ言ったばっかりにもう後に引けねえんだよ。応援花火ナイス、ありがとう、ファンタジック応援花火ありがとうございます。もうね、他やることがなくて、もう何したらいいか分かんなくて、俺もどうしたって何これ、どうしたって消せない夢も止まらない、残像になっちゃう、どうしたって消せない夢も止まらない今も、誰かのために強くなれるから、ありがとう悲しみよ、ぐしょぐん、世界に打ちのめされて生きる意味を知った、グレーンの花よ咲き誇れ、運命を照らして、こんにちは、こんにちは、私主か、私ナチ、ナチはヘルペスなの。私ヘルペスなの。お前ヘルペス移すぞ、マジで調子乗ってると。このクソリスナーども、ぶち殺すぞ。ああ、性病ヘルペスなめんな。おい、やめてよナチ。MV、で、ちょっと、下タラムで、結構、バビバビなんだけど、チュカっていう、まず、ユンデンサンバポンっていうのが、あれ、すいません、すいません、もう何やったらいいか分かんなくなってきちゃって。すいません、すいません。私ノンファミのノンっていうの、誰？シュカっていうちょっとブサイクとか、ナチっていう性病、まあ、あのシュカってやつも本当は性病なんだけど、本当あいつら気持ち悪い、一応ノンファミのメンバーに入れてあげてるけど、マジキモい、本当にバカだなあいつら、本当に騙されやがって、うんこが、あ、すいません、はい、ちょっとなんか人形心霊配信したくて、
すいません。輪島って誰？もうね、呼んでるっつってね、お前が来んよって言って来んよ、ほんとお前。え？はぁ。かかってこいよ、輪島とかいう雑魚。相手してやんよ。誰か知らんけど。知らねえよ、無名の雑魚だろうが、そんなやつ。え？そうか。パララーン、パッ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 パララーン、ドゥ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 ン。あ？I love you。今だけは悲しい歌、聞きたくないよ。 I love you。 逃れ逃れたどり着いたこの場所。はい、すいません、はい、自覚してます。とある言葉が胸につき、刺さる傷口さえ愛せる。あ？なに？やったらんかい。まあ、これ仕込み杖なんだけどね。これよく見えないね。はあ、ちょっと休憩。誰ブスって言ったやつ。俺言ってないよ、人形が言った。俺そんなこと言ってないもん。人にブスとか言わないもん、たまにしか。俺そんなこと言ってないよ、人形が言った。また僕言ってないもん。ちょっと疲れた。ありがとうございます。26号、ありがとうございます。本当ありがとうございます。いや疲れた。そう、人形が言ってた、うん、俺何も言ってない、うん、タバコ休憩今。いやーほんとね疲れたね、うん、結局はま走り切ってから考えればいいさ。イエッサー、キラリン。残り1時間半か。なんか若干もうすでに心が折れてきたんだけど、俺大丈夫かな。心が意外とね折れてきた。いやーでもまだいけるはず。いけるかこれ。ありがとう。それでも勝てなきゃ何も意味ないんだよ。
今回は評価より1位だ。だから私はまだ終わらんよ。こんなところで終わるわけにはいかんのだよ。どうもダース・ベイダーです。うるさい音。あ、どうもダース・ベイダーです。お疲れ様です。キラリン。小無双だけだと思ってた。そのアイテムは帝国の繁栄のために使わせてもらおう。みなアイテムをよろしく頼む。ということで俺が私がダースベイダー。ヘッドセットから全く音聞こえないけど、まあ大丈夫だろう。するんだけど、あのパソコン版はね、あれなのよ、延長が出ないのよ、まだ。わかる？これ声聞こえてる？これ。え？わかんない。ごとはちのイベントアイテム？お前26号
いやー、ベイダーちゃんさ、もう本当に仕事の時やっぱ聞こえちゃうから、こっちやどうせ聞こえないし。いやー、もうね、あー、ファンタスティック大花火ナイスや、ありがとう。キラリン、ベイダーちゃん嬉しい、テヘベロ。いやー、これね、結構ね、まあ、なかなかないアイテムだ。ありがとう。ちょっとこれ、結構苦しいかもしれないけど、まあ、ベイダーさんオフだから今。ね。オンタイムじゃなくて。BGM。OK。つけるよ。お前違うんだろ、お前。広告いやー、でもオフだからさ、あんまり帝国の音とかさ、流したく、あ？いやーさ、私オフだから今日、あんまり帝国のテーマとかさ、うるさいのよね、このダーブスベイダーのテーマとか言われてるけど、正直やかましいのよ。私ちょっとこれずれてる、ヘルメット、私の戦争ずれちゃってる、もしかして。もう大丈夫だよね、ずれてない、ちょずれてる、これずれちゃってる、え、あ、やばい、外れるのバレる。これ休憩の時大体頭外してるんだけど、やっぱ契約がねあってね、外すとうるさいのよ、人前に出る時、映画会社、イメージが崩れるとかさ、そんなん言われたところでさ、私知らないよ。え？じゃあベイダー探偵呼んでくれる？もう休日だから私、今日ね、ホースの剣とかあるけど、あんなないから、本当は。まあいいか、今日は特別な。よし、よし、あ、はまったはまった、これで大丈夫。あー、もうさ、私も疲れるのよ。ね。まあ、本当の声を出していけない話になってるから、とりあえず、ボイチェン使ってるけど、ね。あ、ちなみにボイチェンはね、この機械から、この機械から出てるからね、これ。ね。そこ取れるシステムなのよ、本当は。内緒にしてよ。ちょっと契約に関わるかな。あんまり表に出せませんって困るんだけど、まあ、スクショとかしてる人はね、してほしいよね、ほんと。スクショとかもやってほしいね。じゃないと、えらいことになるから。奥行くから。私結構契約金高いから、それ違反するとやばいことになるよ、ほんとに。ありがとう、本当に。
あれ？これちょっとテーマ違くない？私のテーマじゃないよこれ。僕のテーマじゃない。ちょっと待ってね。これかな。次新ネタ。まだやんの？おおきに。深夜まで配達中です。ウーバーイーツ。いや、ピエンだよ。どうも。いや、元気？みんな。私、ピエンだけれどね。ちょ、うるさい、やっぱり音。ちょっと私、今、オフだから。じゃ、僕、今、オフだからね。あー、タバコどこ行った？ちょ、タバコもらってもいいかな？あれ？タバコがないんだけど。あれ、私のタバコがないんだけれど。ピエンピエンピエン、まあ、オフだからね。言うてちょっとタバコどこやした。マジでタバコないんだけど。ちょ、あった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 。ちょね、ピエンさん本当に思ってるんだけど、なんかホラーとかでも私ピエンじゃん。やっぱり本当にね、アホらしいな、あんなもん。ポンポン、ありがとうピエン。10倍感謝だピエン。何をやってるんだろうね本当に。オフだっつってんだろお前。オフなのになんでこんなサービスしないといけないわけ。食うぞマジで頭から。ちょっとこれもう本当鬱陶しいな。これ口んとこ穴開けたけど。あー、タバコうめえ。やっぱりピエンといえばタバコだよね。これ前見づらいなマジで、このクソピエンが。あねえ、みんな何してる？俺歌ってるだけの1位になんか負けたくないんだけど。分かってるよね、どうすればいいか。ピエンしちゃうよ本当に。ちょっと頭へこまされちゃったけど、これマジピエンするよ。ほんと、いいの？
マジピエンしちゃうよ。いいの？ねえ、はあ。もうコメントもよく見えないし、この目網網になっててさ、なんかよくわかんねえんだよね。はあ、マジピエン。本当にピエンだわ。ああ。いや、大丈夫じゃないよ。ピエンだよ。ああ？ピエンに決まってんだろ、お前そんなもん。そんなもんピエンで、ピエンに決まってんでしょ、そんなの。大丈夫かいよりピエンだよ、マジで。ちょっとこう、口、ほんとにさ、この顔。いや、ベーダー教はさ、なんか、契約だのどうだの言ったけど、ピエンからすればあんなマシよ。これ被ってる時点で、あれ、ベーダー教のやつってさ、あれめっちゃいいマス使ってんの。ほんと、一回被らせてもらったけど。ピエンのマスとか最悪よ、これ。あの、熱い。それアンパンマンだからね。ピエンは頭食べるからね、割って。ね。アンパンマン食べる方だから、ピエンとしてはね。一応、ホラゲーのキャラ、わかる？私、ホラゲーのキャラなのよ。ね。違うから。お前の頭食うぞ、マジで。お前誰だよ。何号だよ。言えよ、早く。これ20号か。お前20号、お前頭食うからな、本当に。今日行って、お前の頭食うから。ああ、待ってな、お前。20号。ありがとう、ピエン。嬉し泣き、ピエン。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 近道言うか、まあすでに間に合わないのよ、無料じゃね、わかる？無料アイテム言ってるだけじゃもう負けなのよね。今何ポイントさ、考えてみね。ポンポンでなんとかなる次元もう終わっちゃってるから。あ？あ？分かってんの？ピエンするよ、マジで。はあ、もうピエン、ちょっと、帰る。はあ、疲れた。うん。ああ、ただいま、ただいま。いやー、やっぱノーマルが一番だね。ほんと。ほんとねー、もうポンポンポンナイス、ありがとう。10倍ポンポンナイス、ありがとう。ちなみに今さあどれくらい、てかあと1時間いける、これ。マジでもう無理くない？なんかおい、ベーダー教どこ行った？ベーダー教出して、そこ。ベーダー教入れてあげて。なんでなんでベーダー教だけ無視？いやー、疲れた疲れた。まあ、フルセットだったね。まあ、正直、無料アイテムもありがたいんだけど、もう多分、よろしく、ピエンじゃないわ。キラリン。オフなもんでね、あのピエンもオフなのよ、実は。お前、むちゃくちゃ書くな、お前、26号。修行。私はね、朝原翔子というものだけれどもね、今ね、このね、船組というところにね、
まあ、大霊界からね、降りてきているんだけれども、本当にね、これはね、1を目指すべきであると。これはね、この船組がね、山本五十六がね、1にならないということはね、もう完全にこれ不正であると。票の操作がされていると。もう確率の操作がされているとね、私は思うのよ。だからね、これはね、完全にね、確率を操作されていると。うん、もうこれはね、ポワされるべきであると思うんだよね、これはね。修行するぞ、修行するぞ、修行するぞ。消えするぞ、消えするぞ、消えするぞ。ここにね、まあ、相手も投げないとね、本当にね、ポワされると。みんなポワされると。だからもう、ふわっちがポワされるとね。本当にね、投げるべきであるとね、私は思うよ。ボンボンありがとうね。ボンボンありがとうね。本当に10倍のボンボンありがとう。ありがとうね。いや、本当にね、ぜひでもね、投げていただきたいと。一つ、二つ、三つ、四つ、五つ。一つ、二つ、三つ、四つ、ファンタ。一つ、二つ、三つ、四つ、ファンタ。ファンタスティックね。ファンタスティックをやればやりたいね。修行するぞ、修行するぞ、修行するぞ。ファンタスティック投げるぞ、ファンタスティック投げるぞ、ファンタスティック投げるぞ。修行するぞ、修行するぞ、修行するぞ。ファンタスティック投げるぞ、応援花火投げるぞ、チアリーダー投げるぞ。チアリーダー投げるぞ、チアリーダー投げるぞ、チアリーダー投げるぞ。応援花火投げるぞ、応援花火投げるぞ、応援花火投げるぞ。ポンポン投げるぞ、ポンポン投げるぞ、ポンポン投げるぞ。修行するぞ、修行するぞ、修行するぞ。消えするぞ、消えするぞ、消えするぞ。オウム真理教に入るぞ、入るぞ、入るぞ。応援花火投げるぞ、投げるぞ、投げるぞ。ということでね、本当にね、応援花火を投げていただきたいと。確かに、チアリーダーもね、とりあえず1位にさせてほしいと。私はね、1位になりたいと。どうしても1位になりたいと。もうこの度だけね、1位にさせていただきたいとね。本当に飲むってる人もね、ポンポンだけではなくね、チアリーダーもね、応援花火投げていただきたいと。私は1位になりたいと。ファンタスティック。ファンタスティック花火ナイス、ありがとう。お前ら警備、あ、警備避けないわ。あ、すり戻っちゃった。本当に、ね、ありがとうございます、本当にね。ありがとうございます、本当にありがとうございます。ね、本当にね、この度はね、本当にね、1位にさせていただきたいと。私ね、もうね、1位にならないとね、もう全てをフォアしたくなると。もうね、最終下脱は私はもう、なんてね、天界からね、舞い降りてきている感じだからね。本当に、もう最後にね、これだけね、お願いしたいと。最後の最後にね、1位に押し上げてほしいと。皆の力でね、打ち上げていただきたいと。消えするぞ、消えするぞ、消えするぞ、修行するぞ、修行するぞ、修行するぞ。アイテム投げるぞ、投げるぞ、投げるぞ。応援花火投げるぞ、投げるぞ、投げるぞ。キラリン。つうことでね、もうね、ちょっとね、もう、どうでもいいやってぶん投げたい気分にもなってきてるんだけど、最後までね、あと何分だ、あと1時間頑張っていきたいと思います、本当にね。ぜひともね、最後ね、もう本当に最後のお願いです、うん、どうかよろしくお願いします。フォロライン血のイニシエーションのプレゼント、何が欲しい。でも首なし地蔵はダメよ。あれ欲しい。俺のだから。うん。あれはちょっとね、希少だから。どうかね、最後まで応援お願いします。とりあえずね。まあ、楽しんでいきますか。楽しんで。
まあちょっとね、もう本当にね、ネタ切れかもしれん。いい加減。尺八はあるんだけど、吹けれない、俺。ふおーって何も音出ない。ふうふう言うだけ。まあ、尺八練習中だから。人形劇ね、台本がね、もう切れちゃって、もう何やったらいいか分かんない、もう。台本も作ってもなかったんだけど、適当にやっただけなんだけど。ポンポンナイス、ありがとう。ナンバーワンになりたい、ならなくていいことない。もっともっと大切なナンバーワン。あ？お前がしろ、マジで、まず。僕らは愛の花咲かそうよ。ポンポンありがとう。ポンポンありがとう、みんな。ありがとう、ポンポン。わーい。わーい。わーい。ありがとうね、ポンポン。かわいい女の子だったら投げてくれるんでしょ？ちょうだい。アイテム。ちょうだい。ちょうだい。ちょうだい。アイテム、ちょうだい。ちょうだい。ちょうだい。アイテム。アイテム、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 アイテム。ちょうだい。ちょうだい。アイテム、ちょうだい。ちょうだいったら、ちょうだいったら、ちょうだい。アイテム。くれるって言ったじゃない。騙したの、私のこと。くれるって、1位にしてくれるって言ったじゃない。お前もちゃんとまっすぐ向いとけ、ちょっと。設定、設定。画面見て。ちょ、主か、ちゃんと画面見といて。主か、お前。ちゃんと画面見とけ、お前。な。あ、ポンポン。ありがとう。お前は呪わないでおいてやるよ。アイテム投げられないよ。もう俺何やってるんだろう、お前。ポンポン、ありがとね。ありがとう。ポンポン、ありがとう。有料アイテムも欲しいな。チラ。あれ？手の位置がわかんない。ここね、ちゃんとね。あれ？あ、10倍ポンポンありがとう。ありがとう、ありがとう。ありがとね。でもこれ定期陶器だからね、これね、顔も陶器だからね、ちょっと傷つくの怖いからね、ほんとね。傷ついたらうんまんだからね、これ。ファンタスティック2、3個分ぐらいするからね、これ。ちょっと大丈夫よね、これ。顔気づいてないの、ちょっと心配になってきたんだけど、俺。適当やってるけど。
本当に頼む。てめえら聞いてんのかお前ら、あ？アイテムくんない？イエーイイエーイファンタスティックナイスイエーイ、ありがとう、マジありがとう、ありがとうね。っていうかさ、あとどのくらいで1位になれるの？おい、シュカ、お前聞いてんのか、おい。おい、聞いてんのか、こら、お前。シュカ、こら、おい。聞いてんのか、てめえ、こら。無視すんなよ、お前。わ、チアリーダーナイス！イェーイ！イェーイ！あ？お前、ちゃんとやれよ、お前。おい、シュカ、こら。もうちゃんとやれよ、お前。倒すぞ、お前、ほんとに。イェーイ、チアリーダーナイス、チア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 。は？おい。あ？マジ、なんなんお前。チアリーダーナイスイェーイイェーイ、チアリーダーありがとうナイス。ちょっと誰が投げてくれるか見なきゃ。見えない。イェーイ、チアリーダーナイスイェーイ。おいおいってどうなってんのお前。はあ、なんで動かねえの、喋らねえし、なめてんのお前。おい、はあ、何しかとこいてんだよお前。おい、シュカ、こら。おい、シュカ、何しかとしてんだよお前。おい、ヘルペス、てめえもだぞお前。黙って立っときゃいいと思ってんじゃねえよお前。おい、このもう量産品でもか。ということでね、みんなアイテムお願いしますね。イエーイイエーイ。おいヘルペス、こら性病聞いとんかてめえ。画面映っとるくせになんもせん、突っ立ってるだけ、なめんだよマジで。イエーイ、ヤッホー、みんな元気、ヤッホー。アイテム上がらないよ。アイテムもう上がらないよ。地投げじゃないから助けてよ。地投げだったらもう通報していいから、もう本当に。お前その代わりお前地投げじゃなかった1位にしろよ。お前通報してもいいから、もう1位になるだけのアイテム投げろ。お前の言う通り地投げだったら俺、アイテム減って、あれなんだろうが、おい。早く投げるよ、バカが。ほんと。いい加減しとけよ。地投げとか言われた。お前地投げだったらおめえらなんかもうぶっ飛ばして余裕で1位になっとるわ。ほんと。あと30万ポイントくらい投げるわ、自分で。
愛したっていいじゃないか。回る回るとある愛せ、これも運命じゃないか。イエイ。ちょっと大丈夫それ本当に。もうあと50分ぐらいか。モザイクロール。あ、やばい。でももうなんかあともうちょっとか。とある言葉が胸につき、刺さる傷口から溢れる液を愛と形容していた。にゃ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 。もうね、なんかまだだ。君と出会った奇跡がこの胸に溢れてる、きっと。お前ちゃんとやれよお前こら。そばに自由に空も飛べるはず、胸を濡らした涙が。お前らちゃんとやれよヘルペッシュか。両方とも役立たずな、お前。退場させんぞ、お前。お前、司なんて見てみろ、お前。あっちで、ちっちゃくなって。お前、前出てくるんだ、お前。ちゃんとやれ、このバカ。ほんとに。強くなれる理由を知った僕を連れて進め。どうしたって消せない夢も止まらない今も、誰かのために強くなれるから、ありがとう悲しみよ。もう疲れた、もうこれもうポンポンダイスありがとう。ちょっと待って、休憩。もうなんかね、もうね、もうね、だんだん我に返ってきて。言おうか言うまいか迷ってたけど、もうさっきからね、もう何やってんだろう俺っていう。俺さっきからもう本当にね、何やってんだろうっていう。マジで。悲しくなってきた。もうね、自分でね、こう考えてみて、あの、いや、まあファンタスティックファイブナイス、ありがとう。これだったらいいのよ。ね、こういうんだったらいいんだけど、もうこれ
E38 のおっさんがよ、言って、マジで何言ってんだろ俺。もうちょっとね、あと30分バレに帰らずにね頑張ろうと思ったけど、さすがにあのもうちょっとその疑念がもうね、俺もう悲しくてちょっと涙出てきたわ。もうE38のおっさんがね、人形を持ってファンタジーカラみたいな、もうええんって、もうね、もうもうね、もう本当に情けなくてもう涙出てきたわ。もう俺なんでここまでしてこじらないかんの、マジで。もうもうね本当に悲しくなってきた、マジでちょっと泣きたくなってきたわ、マジで本当に。はあ、もうね気づかず頑張ろうと思ったのよ、自分の中でね、ごまかしてねやりきろうと思ったんだけど、うん、まあしゃあないね、そりゃ。やるか、ちょっと、あと30分涙流しながらでもやるか。アイテム上がらないよ。ちょっと早かった、もうね。いやもうそれわかるけど、いやお前ちょっと失礼やわって、我に返ったらちょっとね、そう0時までね、の我慢です。やるぞ、おーファンタスティックアナミナイスン、ありがとう、イエーイ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 、愛したっていいじゃないか。神様お願い、誰か助けて、誰か誰か誰かお願い、お願いします。ポンポンナイス、やったぜ、イエーイイエーイ、ポンポンありがとう。さよならはあなたから言った、それなのに頬を濡らしてしまうの、こうやって昨日のことも消してしまうならもういいよ、10倍ナイス、笑っていいよ、それでいつか苛まれたとしてもチアナイス、ポンポンナイス、ヤッホー、イエイ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 、バンザイバンザイ。イエーイイエーイ、ヤッホー、愛しじゃなくて、どこまで歌うっけ、さよなら父さん母さん、今までごめん、膝を震わせ親指、チアリーダーナイス、イエーイイエーイ、万歳万歳、優勝1位、ヤッホー、一直線、万歳。チュ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 、ジャニチュチュ。チ
アリーダーじゃないか。回る回るとある愛せ。ファンタスティック応援花火ナイス、イエーイ、勝利優勝1位ヤッホーイ。どうしたって消せない夢も止まらない今も誰かのために強くなれるから、ありがとうチアリーダー、メガホンもナイス。世界に打ちのめされて生きる意味を知ったグレンの花よ咲き誇れ、運命を照らして、メガホンナイス。テヘペロヤッホーヤッホー、応援花火応援花火ちょうだいちょうだい、一位になれない、ちら、一位になりたいなれない、ちらちら、チアリーダーナイス、やったーやったー、チアナイス、イエーイイエーイ。あと1位まで何ポイント、今何ポイント、こちら1位なれる、なれるかな、ポンポンナイス、イエーイ、ありがとうポンポンナイス、ナイスポンポン、イエーイ。愛したっていいじゃないか、待ち合わせは2時間前で、そこに一人それが答えでしょう、待ちゆく人流れる雲、僕の中であざ笑ってた、それは簡単でとても困難で、見つめることで前に進めるのに返したくなくて返したくなくて、君の中できっと僕はポンポンありがとう、あー回って回って回り疲れて、あー息が消えたの、そうそれは悲しい僕の末路さ、君にたどり着けないままって、僕を乗せて地球は回る、何も知らないふりして回る、一秒だけ呼吸を止めて、知らず立ち止まる僕、とても単純で、見つめることで前に進めるのに、帰りたくなくて返したくなくて、君の中できっと僕は道化しな、ん、君の中できっと僕はこむそうなんでしょう、あと30分ラッシュ行くぞ、あれやどこ行った、待て、あれ？もうなんかその辺ぶち投げすぎてむちゃくちゃなってる。あ、これはいいんだけど。あれどこ行った？マジで。あったあったあった。
屈折魔漢乳波羅蜜多心経。チアありがとう。漢字財務作業人般若波羅蜜多智ポンポンナイス。証券を運外空洞一切苦役者利子式即税苦苦即税式重創業式無尿税者利子税商法苦商不商不滅不苦不上不増不減応援派ナビポンポンチアリダチアリダメガホ応援派ナビ応援派ナビチアリダポン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 チアリーダー応援花火苦情五色薬部尿税者利子税商法苦層不祥不滅応援花火杖アンニャハラミダ高徳アノクタラ山脈チアリーダー高知ハンニャハラミダ収束節周圧ギャテギャテハラギャテハラソギャテボチソワカハンニャ新行ナム大師遍照金剛ナム大師遍照金剛上がりたまえ応援花火踊り狂えちありだ前前ポンポン前ねねねんせつまがんにゃあらみだしんぎょナム大師遍照金剛オンコロコロセンダリマトギゾワカ応援花火ジアリダボン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 エーハンニャアラミダコ。いやナムアミダブツ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 修行するぞ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 、ポンポンありがとうね本当にね本当にね、お布施の方をお願いしないと。こうやってね、アーチェリーもね、アーチェリーもね、お布施が欲しいと言ってるからね。ね、アーチェリーね。アーチェリーお布施欲しいよね。欲しい欲しいお布施よこせ出せこらまあ、アーチェリーもね、これね、お布施が欲しい言うてるから。ぜひともね、お布施をいただきたいと。ね、アーチェリーね、ちゃんと欲しい言うて。欲しい欲しいジェリーでありがとうございます、本当にね。ああ、ありがとうございます、本当にね。これファンタスティックファンタスティック大柳ありがとうございますね、本当にね。ありがとうファンタスティック大柳アイスねえ、よし、ちあーチェリーもよかったね。よかったね。見て、大柳だよ。大柳やったーやったーわーいわーいやったーこっちとな、引けねえとこまで来てんだよ。愛しとっていいじゃないか。イエーイイエーイ下脱するぞ、下脱するぞ、下脱するぞ。修行するぞ、修行するぞ、修行するぞ。私はね、本当にね、今回ね、今回だけはね、本当に1位になりたいと。投げ師の方々ね、どうかね、ここも見ていただいてね、ぜひともお願いしたいと。ぜひとも最後にね、奇跡を起こしていただきたいと。うん。
最後のね、これだけの大差ではあるんだけれどもね、ぜひとも奇跡を起こしていただきたいと、本当にね、お願いしますと。もう誰でもいい、本当にね。僕、投げ師とかあんまりよく知らないからね、だからもう僕の知ってる方ね、誰かね、誰でもいいからね、頼む、本当に今回だけ頼む。頼む、今回だけ、今回だけ爆投げしてくれ。1位にさしてくれ、頼む、誰か頼むから、お願い、誰か頼む、爆投げしでも何でもいい、頼む。見てる人でなんかちょっと余裕ある人、頼む。もう頼むしかない、もう頼む、本当に。ああ、10倍出たな。わからん、お願いします、本当に頼む、頼むから、もうここだけ1にさせてくれ、本当にお願いします。もうどこの花火師でもいい、もう頼む。頼むから1にさせてほしい、頼む、1にさせて、お願い。誰かね、どこぞの爆投げ師さんもね、急いでね、その飼い主さんっていうかね、配信者の人にね、頼むから今回だけ投げさせてっていうのでね、頼む、お願い。頼むから爆投げし最後の奇跡を起こしてくれ、頼む、誰か、お願い。もうなんか爆投げしとか誰がいるか知んないけど、ジロー頼む。見てないか。ジロー、ジローまで、佐藤ジロー頼む。あれ、なんか爆投げしなんでしょ、なんか、みんな言ってたけど。頼む、誰か。今回だけ、一回だけの奇跡を起こしてくれ。頼む。あと、誰がいんの、爆投げしって。シャラク、シャラク頼む。誰かわかんないけど。頼む、シャラク。俺全然爆投げしとかね、アイテム全く興味なかったから、なんか知らないけど、頼む、今回だけ、マジで。誰か頼む、頼む、1位にしてくれ、今回だけでいい。もうあと、もう天に祈るしかない、頼む。目的、目的は特にないんだけれどね。ちょっと今投げてくれてる人のためにね、俺がもうね、今回ね、本当にね、俺が悪いんだけど、1位になりたいって言っちゃったのよ、ついつい。で、めっちゃそれで投げてくれた人があるから、もう引き下がれないのよ。頼む、もうそれだけよ、頼む。いや、もうそんなん誠意ないこと言わない、頼む。そのね、もうめちゃくちゃ投げてくれてる人がいて、でその人もめっちゃ金持ちってわけでもないのよ、頼む。その人のためにも、まあ俺もなんかもうその一回1位になりたいって言っちゃった手前ね、なりたいけど、俺がここまでやってるのはその人のためなのよ。ありがとうございます、ファンタスティックを選べ、ナイス、お願いします。意地というか、まあ俺は別に1位になりたい目的とかないのよ、もう。そんな。そうじゃなくて、もうその応援してくれてる人のためにっていうだけでやってるから。別に、ね、頼む。もう銭金とかじゃないから、もう。それだったら今までに何回もやってるから、そういうこと。今回だけ頼む。もう。だからもう二度と1位になりたいって言わんし、
もう1位なんかもうなりたくもないし、もう頼む。還元枠って何すんの？もう今回だけ頼む。てかね、還元枠っていうのは甘ギフとかそういうのでいいの？でも甘ギフン買えれないし、あーでも現金にして甘ギフンすればいいのか。うん、今回頼む、マジで。おね、還元枠ってど何やるの？そう、銭金の問題ないのよ、もう1位になるっていう問題なのよ。うん、じゃなかったらもうやめてる、それ。まあ、最後まで頑張ってくれって言われてるから、その人に。だからまあとりあえず最後までやるだけっていうだけの話よ。おお、10倍ファンタスティックナイス、マジか。しゃーおらー、1位か。いやもう本当に抜いた？あ、待って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 、抜いた？神よ！ありがとう！神よ！アメーン！シャオラー！ありがとう！チアリーダーも10倍ナイス！おっしゃー！まだ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 、今、どうどう今、ちょ、今、どうなってんのねえ。シャオラー、やったったぞ、こらー、うわー、やったー、やったー、うわー、頼む、運営ありがとう。シャオラー、チアリーダーポポナイスー、ありがとう。えな、な、何した？頼む、アツショット！お願いします！ポンポンナイス！ありがとう！ああ、いけんのか、これ。マジか。愛したっていいじゃないか。もうほんと、あともう神頼みしかないから。頼む、延長。うん、大丈夫大丈夫、お願いします、お願いします。本当にもう爆投げ師で、爆投げ師様、何師様、何でもいいです。今回だけ1位にさせてください。もう二度と、まあでも50位以内でいいです。もう本当にあのマジでしんどかったんで、お願いします。本当にもう、もう二度とと、応援花火ナイス！ありがとう！応援花火ナイス！イエーイ！チアリーダーナイス！うおー！応援花火ナイス！ありがとう！いくぞー！応援花火ナイス！ありがとう！愛したっていいじゃないか。回る回るとある愛せ、それも運命じゃないか。クールアラビ連発ナイス。マジか、マジかよ。いや、運営に嫌われてるとか。クソか、マジで。あー、10倍ファンタスティックナイス、ありがとう。お願いします、本当に1位に、今度だけ1位に、本当頼む。くそ、あと15分。
追いつけない。もう最後もう祈るしかない。もう神でも仏でも、お願いします。くそー、もう仏摩訶涅槃みた心経クールアルミナイス連発クールアルミナイス、ありがとう。頼む。ナム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 、10倍出ろ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 、頼む。10倍10倍10倍、頼む。10倍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 。あ、延長しなきゃ。はあ、オッケー、延長延長頼む。最後に神よ、勘は出さない。それ言うんだったら1位にしてから言えよ。頼む。ナムナムナム、お願いします。あん、頼む、勝たしてくれ。いやー、もうあとほんと祈るしかないのよね、もうこんなの。あと13分で俺にできることなんて何もない。やりきった気はするけど、あとはもうお願いするだけ。お願いします。歌ってておばあちゃんをネタにしてるだけのやつに負けたくないんです、僕は。マジで。まあそれもあるけど、まああの、頼む。頼む、1位、お願いします、1位に。頼む、本当に歌ってるだけと、なんかホラーとかもなんかその辺の拾いがしか使ってないやつで、なんかおばあちゃんネタの動画が延々と残ってるだけのやつに負けたくないっす。リハビリとかわけわからんこと言っておばあちゃんネタにしてね、なんか映してやってるやつなんかに負けたくないっす、僕は。お願いします。ポンポンナイス、ありがとう。勝ちたい。頼む、お願いします。勝ちたい、私は。勝たしてくれ。うん、そう、枠の感想だからね、俺の。ディスってないよ、だって実際やってるやん。何がディスってた？実際にやってたことを言われてディスってるって思うんだったら、それはディスられるようなことをしてるってことじゃない？もう。そう。頼む、勝たしてくれ。つっても。あと、やばい。もうあと何ポイントさ、今。これもうきつない、マジで。くそー。頼む、勝たしてくれ。
ってるだけのおばさん？いや、歌ってるだけのおばさんって事実やん。事実言われてる。10万さんになったの？マジか。きついな、うん、実際の感想は俺は言うよ。ただの感想だからね。うん。そりゃその感想に事実と異なることがあるんだったら言ったらいいんじゃない？うん。もういい。ああ、まあ、そんないいよ、もうそんなどうでも。シュリポンはもういらねえよ。頼むよ、勝たせてくれ。まあ、見たいね。ポンポンありがとう、ナイス！頼む。なんとかならんかな、これ。もう何もできることないよ、俺。あとは祈るのみ。あとは祈るのみ、マジで。祈るしかない。仏説まかんにゃらみたしんよ、漢字財宝さ行人はんにゃらみた自称剣豪運外愚道一切愚役者理士四季即税区区即税四季重創業四季役部尿税者利子税商法区層不商不滅不区不上不増不減税公区中無四季無重創業四季無願に微絶身意無四季商公未速報無限界内視無意識皆無無明役無無明人内視無老師役無老師人無苦修滅道無人役無得意無所得公房大雑多へ般若波羅蜜多独阿耨多羅三脈三宝大高智般若波羅蜜多衆税大真衆税大名衆税無常衆税無等同衆農場一切空真実不幸公説般若波羅蜜多衆即説周圧ギャーテギャーテ波羅行テ波羅僧ギャーテ傍寺蘇我伽般若心経。これはもう ゴールしていいよね。13万。今ちょっと俺が見るか。じゃあ今が、そう、13万差だね。ファンタ20倍ないから。うん。20倍なんてねえから。10倍までしかないのよ。今13万差ね。
言うには言うけど。ああ、13万150。今。20倍ないね。危ない危ない、俺これ更新してた。危ない危ない危ない、配信終わる。お通夜だね。もう終わった。ポンポンありがとう。ポンポンナイス。いやさすがにもう無理だろう。オッケーオッケー、分かった。こっから？こっからなの？分かった、確認するわ。じゃあと今が、69万だから13万2000。マジか。今13万2000。これリアルタイムでそれいいんでしょ？ギリギリでいいんでしょ？いや大丈夫大丈夫。今13万2000、残り3分で13万2520、13万3000になったな。うん、今13万3000。うん、13万3000。うわ、え、14万5000ってか、下のにも抜かれてるし。14万4000。チアリーダーありがとう、ナイス。チアリーダーナイス、ありがとう。30個投げとかあんの？今が、なんぼだ。15万。かな。来たね。これは、アウティか。お願いします！ファンタスティックナイス！ありがとう！ファンタスティックカナミナイス！ファンタスティッククール花火ありがとう！ファンタスティック花火ナイス！ありがとう！ファンタナイス！ありがとう！え、これ、どう上がってんのこれ。ちょっと、俺、画面が追いついてない。ファンタスティックナイス！え、これどういうこと？もう何がどう上がってるのか俺わけ上がってないんだけど。ありがとう、花火！あ！これ、何個上がったの？てかもう終わってない？ま、うん、ああ
終わった。臭くないこれ。これ何どうなってんのこれ。なんかもう固まって意味わかんないんだけども。何何今これどうなってんの。これ間に合ってるの間に合ってないの。ファンタスティックナイス。俺もこれなんか追いついて何個上がってるのかよくわかんないもんマジで。ちょ重くてこれどうなってんのこれ。もうこれ全部投げ終わってんの。これ今どうなってんのこれ。集計中。なんかもうわかんないもうこれ。何がどうなってんのかもうずっと。なるほど。ラグっててわけわかんない。あ、そうなの。ありがとうございます。あ、なるほどね。際どいか。間に合ってる。うわー負けたー。うん。いやー、投げてくれた方、ありがとうございました、本当に。負けちめました。いや、ありがとうございます。いや、そうね。いやー、ありがとうございました。そうか。
いやー本当ありがとうございました。おそらくもうね、1位を目指すこともないし、いやこれ結構これは通気性がいいのよ。おそらく一応ね、一応もう多分もう二度とも1位を目指すみたいなことは言わないと思うし、これはね、あの配信者応援ランキングもちょっと50以内で目指すようにしようと思うし、まあそれはもう始まる前から言ってたことで、まあ、口が裂けてももう1位になるみたいなことはなりたいとかっていうことも言わないです。イベント全く参加しない、配信者応援ランキングは参加するけど、まあ、大体50以内に入れればいいっていう感じで動いていきたいと思います。ガチでイベント参加するのはこれが最後です。そう、多分これが最後になります。はい、そういった感じのね、ガチの配信に出る、ガチのイベントに出るっていうのは、いやいやもうそれもう全然全然それはでも仕方ないから、もうこれが結果だからね。うん、もうこれがまあ最後です。とかむしろ僕はそのたまたま言っちゃって、まあ、最後まで、うん、最後までねやるっていうことを望まれて、で精一杯のことはやったつもりです。僕はね少なからずまあホタル見に行ったりだとかね、できる限りの、まあ、ネタを尽くしてやったつもりではあるんですけど、まあ、一歩及ばなかったということだと思います。いや本当にアイテム投げてくれた方ありがとうございます。まあ日頃からねポンポンとかもね、協力していただいてくれた方もね本当ありがとうございます。そう、まあ普通にホタル配信とかそういうのは今後やっていくけど、だからもうがっつり配信に出て1位を目指すっていうような配信はもうしません。まあでもそれもね都合があるんだと思いますよ。だって僕だってね、仕事とかあってその間できない時間帯があって、その辺も仕事休んでねちゃんとやってれば1位になれてたって話だし、うん、いや本当にありがとうございました。まあ、いやまあ特にね頑張ってなくても、いや正直ね本気でねこれね1位を目指す配信者の辛さっていうのがね、わかります。うん、いや本当にすいませんでした。もうここまでなってね負けてしまったっていうので本当に申し訳ない。
ありがとう、ありがとう。俺は何にもすごくねえよ。言うたって。ね。別に俺がすごいわけじゃない。いやー、昨日夜とかね、もっと配信しとけば。まあ後悔することはキリがないけどさ、いや本当に最後まで応援ありがとうございました。うん、いや俺まだね仕事終わってないのよ。ちょっとラジオで撮り直すわ。ちょっとこれしんどいから。